みかです。今回は食欲をコントロールする体操をお伝えします。ついつい食べ過ぎてしまいます。という私の整体サロンにいらしているクライアントの方、多くいらっしゃいます。それはなぜか。一つは背骨の歪みが原因で胃が興奮状態にあること。そしてもう一つはストレスによる過食、食べ過ぎですね。この二つが主な原因です。なので、まずは背骨の歪みを整えてあげること。そしてリラックスすること。この二つが解決策です。それでは今から三つの動きで説明していきます。はい、ではまず一つ目の動きです。仰向けになります。その時に両腕を胸の前で交差させます。が、その時に右腕が上に来るように交差させましょう。それではやってみます。仰向けになり、腕を交差し、右腕が上です。この状態を作りましょう。はい、それでは動きの二つ目です。手のひらで肩のちょっと下の腕の付け根をしっかりと持ちましょう。そして上半身を左右にゆっくりとねじっていきます。8回いきます。では実際にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ここまでです。はい、それでは動きの3つ目です。ゆっくりと息を吸いながら上半身を右に傾けていきます。4秒かけて傾けていきます。そして、一旦吐きながら真ん中に戻していただいて、今度逆ですね、左です。息を吸いながら上半身を4秒かけて左にねじっていきます。そしてまた吐きながら戻していただいて、手を楽な位置に動かしたら、ゆっくりと目をつぶって、吸って吐いてと、ゆっくりした呼吸を行いながらリラックスしていきましょう。では実際にやってみます。ここで一回息を吸いながら、4秒かけて上半身を右に向けていきます。ゆったりした呼吸は10秒ぐらい行うと良いでしょう。はい、では今お伝えしましたこの3つの動きを1セットとして、あなたのペースでだいたい1日2回から3セットぜひ行ってみてくださいね。そしてこの動画を何回も繰り返しご覧いただき、繰り返し実践していきましょう。この動画が役に立ったと思ってくださいましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。